先生の教え通り、殿が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。神を汚しおって、恥を知れ。
愛子はどこだ。先生、お許しくださいませ。愛子もこの地に深くにもお守りできず、お主を責める。つもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき影狼は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。 拙者より全てを奪った我が世、妻、恩人。拙者が望むは奴の死のみ。仇討ちで思いは満たせと我らの志す道ではない。愛子も帰っては来ぬ。行くがよい。 死ぬのじゃ。 武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。
そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。Yeah!
間抜刀。我はそう説かれ、そう読みを耐えるのじゃ。ヨミは忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。私は核のごときことをいたすに、我が望みは恨みを晴らすこと、血をもって生死、名誉を得るのだ。では己が欲のみを満たすのじゃな。弱さとの決別は欲ではない。ではこれまでのお主を全て捨てるというのじゃな。冷却が待っておるぞ。
まばゆい幻、欺かれは攻めぞ、ヨミ。決してなるまい。